はい、どうも、うなぎです。今日もですね、誰島くんです。誰島くんじゃない。誰島だよ。誰の島に行こうか、神々だな。まあ、この企画はですね、自分の視聴者さんのお島に行って、まあ、いいとこをね、参考にして、行こうっていう、みんなが得する企画です。そして、まあ、個人的にやっぱりね、人の島に行くとすげえ楽しくなっちゃうんだ、俺。あーすごい、なんか来た瞬間に、わかるわ、これ。てか、もう、使ってるよ、生垣？生垣だっけ、なんだっけ？アップデートで追加されたやつ。着いた。着いたぞ、お邪魔します。うわぁ。もう使ってる。使ってる、これなんだっけ？てか、ここ入っちゃいけない場所か？待って。大丈夫だ。ちゃんと道があった。よかった。はじめまして。うなぎです。はい、今日はですね、ホタテ島のみほさんの島にやってきました。もうね、アップデートで追加されたこの、俺、盆栽って呼んでんだけど、なんて言うんだっけ、これ正式名称。いっぱいね、つけてるみたいで。で、ちょっと、楽しみです。じゃ、どこ行こっか。連れてってもらおうか。ついていこう。おすすめする場所を、教えてもらおう。これ、俺行っちゃっていいのかな？勝手に島は荒らしてる人みたいになっちゃうからな、行ったら。ちょっと気になる。待って、この塔何？こんな塔あるの？あれ、俺の知ってる塔って灯台なんだけど。煙突みたいな塔ある。これ持ってない。欲しい。あ、砂浜公園がある。ちょっと待って、いきなり砂浜公園に来てしまったけど、ジャングルジムあったり、ゾウさんの滑り台。砂浜に公園っておしゃれだな。あ、ちゃんと水飲み場、これ水飲み場でいいのかな。ここで手洗えって、危ないな。なんかタイヤが上にあるんだけど、釣りしとるんかーい。なるほど、ここが公園か。右行っていいかな。うわ、この川広いな。噴水広場。なるほど。砂浜存分に利用してるね。やっぱこんくらい開放されたスペースの方がいいかもね。なんだこれは。なんか屋台、お祭りの屋台みたいになってる。すげえ。なにこれ。これなにこれ。祭りって感覚がするぞ。お祭りの屋台が連なってる感覚よ。あ、水飲みはここにもあるじゃん。手洗うんだよね、これね。あ、水出る、ちゃんと。まあ、そりゃそうか。あ、ここ行けない。行き止まりだ。階段じゃなくて、なんだっけ、スロープとか坂か。ここあれか。坂を作る予定なのか。ちょっと待って。あ、よかった。はしご持ってきててよかった。危なかった。あ、こっちにもある煙突みたいな灯台。こっちにもあるよ。あ、出た、綺麗な滝。これ好きだわ、こういう滝。あー！あの橋から流れてくる感じがおしゃれやな。用水路みたいになってるね。水路って感じがする。あれ？俺これ道じゃないかもしんない。なんか違う、正規ルートじゃない。俺今正規ルートじゃない道を行っていた。あ、ここに坂あるじゃん。あ、ほんとこっちからだったんだ。俺毎回思うけど、自分ちゃんとした道通らないんだよね。変なとこ。何このクマちゃん、ちょっと待って、かわいい。このクマちゃんかわいい。メープルだって。メープルちゃん。多分こっちも見てないな。こっちも住民が、あ、住宅街来たー。縦の住宅街か。縦に並んでるのか。あ、こっちから行けたのか。やっぱ俺、道じゃない道を行くのが得意だ。河川敷だ、これ。河川敷だよ、みんな。洒落てる、この道。おしゃれな道だな、これね。この道おしゃれだわ。柵とかつけるとおしゃれに見えるんやな。今右行ったからちょっと左行ってみますか。あ、こっちにも公園がある。さっきの砂浜の公園とは別の普通の公園だ。普通の公園。さっき普通じゃないみたいだ。あ、ちっこい規模の公園かな。なんて言うんだろう、こういうの。
なんかあるよね。駅の近くにあるような公園だよね。埼玉行った時かな。ね、こういう公園があってね、一夜をね、公園で過ごした気がする。あの終電なくして、帰れなくなっちまって。で、泊まる場所もなくてさ、キャンプファイヤー、すげえ。タツノオトシゴ。え、タツノオトシゴってこれに入るんだ。なんかオシャレだね。え、タツノオトシゴマジでオシャレだ。魚ってさ、火見たことなさそうじゃない？どんな気持ちなんだろうね。横に火があってさ、初めて見る火に対して、なんだろうこれ。絶対熱いとか思わないんだろうな。うわ、ピンクの家、これ誰のうち？住民だよね。こんな綺麗なんだね。こんなになってるのすごーい。博物館への入り口ってか、博物館この赤かったっけ？ここって帰れるのか？なんか俺の知ってる博物館じゃない。最近ね、常吉が来たからまた美術品も飾られてますからね。え、なにこれ？ビアガーデンってやつ？お、すごい！ビアガーデンってやつだぞ、これ。ピザ焼くのか、ピザ焼いて。いっぱい作ったのをここで提供する。野外食堂みたいになってるね。おしゃれだね。ギンガムチェックのクロステーブルがおしゃれだって。え？なにこれ？お、お店があるってことは、ここは繁華街だ。商店街。いや、商店街ではないか。もっと綺麗な、でっかいストリート？銀座とか、表参道とかの、あんな感じのストリートだ。でも公園があるのね、真ん中に噴水が出る公園だ。うわ、これもなぁ、こういう、今ないからね、電話ボックス。あるとあるでおしゃれなんだよなぁ。でも日本の公衆電話ってちょっとダサいよな。アメリカとかイギリスって公衆電話もなんかおしゃれなイメージあるけど。うわ、ここ店いっぱいあるじゃん。よう作れるな、こんなのな。ああ。ソフトクリーム屋さん？すまねえ、俺のズボンがソフトクリームを食っちまった。ここは果樹園かな。もう、果物は取った後か。果樹園。あ、こっちは果樹園だ。リンゴいっぱい。この島の特産品はリンゴか。上行ってみるか。丘の見える公園来ました。あ、星が見える。展望台？展望台じゃない。望遠鏡か。これで、月を見て。すごいな。ただだよね、もちろん。なんか俺の知ってる公園にもこういうのがありまして。なんか10円から50円ぐらいかかった気がする。ぴょん。あー、風呂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 。温泉に来ちゃった。てか、俺本当に道を通ってほしい、自分。自分に言い聞かせたい。どこ通ってるんだ、俺は。うわぁ、露天風呂の。いや、竹がね、雰囲気出してんだよな。あ、こっちから。ここ和風やな。和風エリアって感じ？すげぇ和風。戻ってきたけど。キャンプ場があって、ただいまです。やべえ、迷子になっちゃった。ねえ、迷子になっちゃったよ。ちょっと待って、どこだ、ここ。迷子になって出てきたところに、怪獣がいるぞ。まず、アスレチックを通り、なんか囲まれてる、水に、怪獣が。しかも怪獣、卵を産んでる。二代目、三代目の怪獣になるな、この卵は。うわ、すげえ。これすげえな、囲まれてるとこ。うわぁ、めっちゃオシャレじゃない？なんか。めっちゃオシャレじゃない？これ。こんなんできるんだ。これメインスポットじゃない？あとあれ、みんなの待ち合わせ場所とか。よくさ、こういう目立つものってさ、渋谷のハチ公前とかもそうなんだけどさ、よく目立つものって待ち合わせ場所にされるよね。渋谷のハチ公前もそうなんだけどさ、3時50分に今日は、ゴジラ前でって。若者が約束するスポット。すごくない？この時代。何時代よ、これ。白亜紀？この視点で見るのすごくない？めっちゃ綺麗じゃん。Ha ha ha!
なんで？なんで俺は落とし穴はまった今。こんなところで落とし穴あったんですけど。こっちが家か？あー、家だ。橋を渡ると家がある。え、庭広い。庭広い。本当に広い。しかもプールあるし。どうもー。うわー、クマちゃんいる。クマとチュンチュンだ。パンダのチュンチュン、これうちにもいるんよ。うわ、これスプラトゥーンの傘に見える。え、なにこれ。あ、電気つけたり消したりね。え、あー、でもこう見るとさ、部屋を回転させるとさ、やっぱすごいね。シンプルな部屋だと思いきや、意外と、物とかは置いてあるんだな。魚めっちゃ飼ってる。てか水回りか。トイレ、トイレ2個ある。これトイレここに座って。こっちにも座ったら見えるよね。あ、こんにちはっす。あ、あなたもトイレですか？そうなんですよ。今日はちょっと出が悪くて、みたいな。しょうもねえ会話だな。上のお部屋は、あー、自分の部屋かな？女の子らしい、自分の部屋だ。待って、ここ通れない。ここ通れないからこっちからか？あ、ちょっとここ通れない。どうやって行くの？ベッドまで。ここベッドまでどうやって行くの？飛び越えるのかな？ここ。ぴょんって。ぴょんって飛び越えて、行くと。ここ、行けないようになってるな。あれか、勉強机があるから勉強したくないみたいな。私勉強したくないからここ行けないようにしちゃおうみたいなな。勝手な俺の妄想だな。ただいま戻りました。お、寝てる？起きた。起きた、おはよう。ちょっとね、お土産？お土産だって。どれだ？これか？お土産。あ、やべ、間違えた。間違えて置いちゃった。もらったものすぐ置いてしまった。開ける。ノームの置物、あ、ジジイね。ノームの置物、こいつか。これ、これもらったよ。ありがとう。ジジイありがとうね。いや、すごかったなぁ。てか、おしゃれだな、この道、マジで。カントリーロード、この道、ずーっと、行けば、あの街に、続いてる、気がする、カントリーロード。よし、帰るか。ありがとう。じゃ、帰ります。ありがとう。ん？なんだ？どうした？俺もなんか送っとくか？とりあえず笑う。笑顔で帰ります。それでは、ありがとうございました。